ハリア・ボーショウナです。今回の映像は正規のカップルだった小室さんとともちゃんのインタビュー映像です。1995年6月フライデーに2人の恋愛記事が報道されてちょうど1年になった頃のはずですね。誰でもそうですけど、ドキドキする恋愛初期、やはり2人の目からハートが半端じゃないですね。記者の質問に照れてる姿もすごく可愛いですし、当時お互いを対する心も少し分かるような貴重なインタビュー映像です。じゃあビデオスタート。言葉に言い合わせない感じです。1年前に今の自分っていうのを想像できました？できません。この1年こうそばでご覧になってて、またプロデュースもしながら、向原さんはどんな風にこう成長して、またどんな風に努力をしてきたと思います？評価されてます？まあ僕たちは彼女の言葉を受けて3年分のことを1年凝縮してやらせたと思ってるんですね。なんで、まあ、それが結局彼女がそれについてこなかったら、まあ、多分うまくいってなかったので。そんなに小室さんって厳しそうな方に思えないんですか？怒られる時には相当厳しかったんですか？いつもすっごく優しい方じゃないですか。だから怒る時はすっごい怖いです。でもその会話ありましたよね、十分怒られた会話。はい。大切です。大切。一番大切に。はい。だって小室さんがいなかったら私は歌が歌えないから。小室さんはたくさんのアーティストの方を手掛けてらっしゃいますが、高原さんの存在というのはどういう位置づけなんでしょうか？アーティストとしては驚異的な新人のアーティストだということで僕も評価したいし、で、まあ、それと、いわゆる川原ともちゃんの彼女の部分ですね、プライベートの部分っていうのはやっぱり僕の中では、だんだんやっぱり離れていくところもありますから、離れていくっていうのは川原ともっていうのはすごくみんなが知ってる川原ともになってきていますし、で僕が知っている、まあ、ともちゃんっていう人はですね、うん、それは
いつまでたってもみんな知らないトマちゃんっていうのがいますから、その部分は僕だけが知ってる部分は部分で持ってたいと思います。どうでしょうかね、その皆さんもなんかその辺が気になってるところかなと思うんですが、本音のところ不祥髄って何ですか。ご主人のあと言ったりことにこうついてって行くって、その夫婦のあり方みたいなことなんですよ。夫婦夫婦のお二人を見てますとね、まるでこうあの婚約会見というような、ね、雰囲気もするんですけれども、どうなんでしょうか、近いうちに、そういった可能性というのは。もうそうですね、あの全然今の話と同じですけども、やっぱりもしもそうだったらもう過去に何百組って同じ例がやっぱりあると思うんで、多分ありえないと思いますね、そういう形ではね、ないと思いますから。大晦日の紅白出場有力だと思うんですが、去年の浜田さんのように小室さんも河原さんが紅白出ましたら一緒に出られますか。それはあのトムちゃんが紅白出てみたいということであれば、頑張って見てみたいなと思いますし、もちろんあのそれは一緒にやりたいと思いますけども。